皆さんお越しやす。今回も始まりましたワイワイテレビ、和をもって和をつなぐ。この番組は日本の和のええところを日本全国そして世界中の皆さん知ってもらい、興味を持ってもらい、笑顔の和がつながるなという思いでお届けしております。私京都の京ちゃん、相葉京子です。よろしくお願いいたします。今日はちょっとね、座り位置が違いまして、ちょっと違和感があるんですけども、今回ですね、特別番組ということで、国と子たち平和への祈りというね、素敵な映画のね、ちょっとご紹介をさせていただきたいと思いますので、もうね、早速ゲストさんをお呼びしておりますので、楽しみなさっててくださいね。それでは CM よりご覧いただきましょう。どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。国と子たち平和への祈り、小さな願いから始まったプロジェクトはここまで来るとは自分でも思わなかった。素晴らしいアーティストが集まって、みんなの力と合わせて、そして皆さん支援してくださった方、そして力貸してくださった方のおかげでここまで来ました。小さなきっかけから始まった奉納公演ですが、たくさんのご縁がつながり、多くの人と関わることができました。皆様の一人一人の心の中に平和を見つけられることを願っています。ビデオ見て分かると思いますけれど、視線の中でみんなは心と心をつないで、自分の中の平和を見つけながら、なんとか皆さんに伝わってその平和へ広がるとは、僕たちアーティストとしての願いはベストだと思います。皆さんお帰りやす。はい、今回はね、特別番組としまして、今ね、予告編をご覧いただいたんですけども、国と子たち平和への祈りのご紹介をさせていただきます。今ね、お隣なさいます素敵な方お越しいただきました。祈りプロデューサーの南江千代さんです。こんにちは。こんにちは、お越しやす。よろしくお願いいたします。私お越しやす言ってますけども、まさにもう西陣の、ね、西陣京都の神岡です。はい、神岡の方いらっしゃいますけども、千代さんようこそお越しくださいました。何者って皆さん思っていらっしゃるかと思いますので、ちょっと千代さんに簡単にちょっと自己紹介をお願いしたいと思います。はい、祈りプロデューサーの南江千代と申します。祈りというのは芸術家たちの祈り、命とか、そういうものを伝達したいということで活動をしています。はいはい、もうね、多彩なご活動なさってるので、もうその話だけでね、もう番組終わってしまうのでもう今日は祈りプロデューサーとしての千代さんのお話をお伺いしながら、はい、今ね、先ほど皆さんに予告編をご覧いただいた素敵な映画、ありがとうございます、国と子たち平和への祈り、これがね、まずどうしてこの映画を作られたのかというところをちょっとお話しいただきたいと思うんです、はい、まず最初のきっかけは何だったんでしょうか？ブラウリオ君が、はい、冒頭に出てきました、はい、ブラウリオ君が私の息子、はい、バレエダンサーなんですけれども、はい、一緒に京都の亀岡、はい、出雲大神宮っていうところに来まして、うん、そこの光景を見た時に、うん、ここで彼のために、彼ってその私の息子のためにね、はい、息子のために舞を作りたい、はい、でそこで奉納したいっていうところから始まりました。
もうね、出雲大神宮といえばもう元出雲のね、もう本当に一番のスタートの地なんですけど、そこで舞を奉納するお話になったということです。でそこからどうなっていったんですか。そこからまずその奉納するのに衣装を作らなくちゃいけない、うん、ということで衣装を作ります。はい、はい、でたまたま、知り合った方が衣装を作る方を紹介してくださって、はいはい、でそれが織の第一人者で、うん、泉白山先生って言って、はい、あのもう90歳になられる方です。うん、でその方を紹介してくださって、まさか自分が織るとは思ってなかったんですけれどあんたオリーナ、オリーナ言うて、はい、オリーナっていうことで、うん、織るんですか、はい、でそこから織りが始まりましたで衣装を、まあブラウリオ君の予定では、はい、彼に勇気に着せるのに30メーターぐらいの尻尾を作って、尻尾出雲大神宮でブラウリオ君は竜を見た、うん、で、うん、ここには竜がいるから、うん、衣装は竜を表したいから、うん、尻尾を作る、うん、で30メートルぐらいの長さの後ろをつけてください、はい、っていうことで、はい、みたいな。じゃあ30メートルプラスこの着る部分を作って、うん、まあ、3段着物のね、うん、1段2段3段言うんですけども、3段1段が12メーターなんです、はい、で36メーターが3段になる、はい、でそれを途切れることなく36メーター、うん、折らなくちゃいけなくなる、うん、私全くの織りは初めてです、うん、生まれて初めてで、でもやらなくちゃいけないということで織り始めました、うん、で先生も初めてだから、うん、まあ1年ぐらいかかってやっと織れるだろうなって思ってたら、うん、まあね、後で、まあ、それは話しちょっとその、ね、映像また後ほど、ねはい、見ていただくんですけど、はい、でそんなこんなで織り始めて、そしたら、だんだんそのブラウリオ君の中で構想がだんだん、うん、こうまとめ上がっていくんですけれど、でもその音楽が必要だと、はい、でそれでずっと私がさい、オンデコ座の松田さんっていう方と知り合いなので、松田さんにお願いしたいということで、お願いをしました、うん、はい、で、そしたらうまく引き受けてくださり、そしてその後能楽師の辰巳万次郎先生がそこに加わり、うんうん、なんかわらしべ長者のようにどんどん膨れていきました、うん、どんどんいろんな方たちがこう参加して、はい、生き生かれて、はい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 、出来上がっていくという。そうなんです、はい、だから私別に望んでるわけではなく、どんどんその仲間が増えていって、うん、やりたいことがとんでもなく大きなことになってしまう、うん、っていう感じなんです、はい、そういう経緯でね、映画に、ね、なっていくんですけども、じゃあ、はい、まだその続きがあるんですが、まず初めにその千代さんが初めてその織物をね織られたというね、実は映像がありますので、皆さんにご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。皆さんどうですか、これ初めてされたんですよ。立ったか千代さん追っていく、どんなスピードやったんですか、どのぐらいでできたんですか。1日に取り掛かる時間が3時間から4時間なんですけど、うん、その1日のうちに私は3メーター折り上げてたんです、うん、約3メーター約3メーター約3メーターで日数にして
延べ日数18日間で36メーターの生地を折り上げてしまう、うん、折り上げちゃったというね、はい、普通の人だ先生は1年ぐらいかかるだろうと思ってたのが18日2週間ちょっとでできちゃったというもう驚異の、ね、スピードでもやっぱりセンスがね終わりなんですよね。でそれできました、はい、そこからどうなったんですか。そこから、うん先生の紹介で染めに出して、うん、染めに出してでそこから、うん裁断をして縫うという、うん、で縫うのも、うん、たまたま和裁をしているお友達がいて、うんうん、お願いをしまして、うん、で彼女がたまたまバレエの衣装を作っていた、うん、でそれで、うんまあ、いろんな動きのことも精通してますので、はいもうそれについては何の苦労もなく、うん、裁断してもらって、で彼女の面白いのはホームセンターで、はいいろんな材料を調達してくる、ええ、ね狩り犬を作ったんです、うん、衣装は、うん、だけど狩り犬にはここに硬いこう、ね、芯を入れたり、うん、それから紐を入れたりするんですがそういうのをホームセンターで調達して、うん、それで作れてしまった、うんって言って着物がね出来上がっていき、はい、でこうねこう持っていかれるわけですけども、まあ、そこに音楽がつき、はい、そう音楽はオンデコ座のオンデコ座の、はいはい、太鼓と笛が入り、はい、で能楽師の辰巳万次郎先生とその一座ですね、うんはい、方々も、はい、無形文化祭の方々とか本当に国宝級の方々が、うん関わってくださいました、はいはい、そうなって一流の方たちがどん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 加わっていって、はい、これがね出来上がっていくわけなんですけども、はい、でそのね様子を私実はその映画を見に行かせていただいて亀岡で上映されましてでその上映の時にそのいろんな展示実際にねその使われたものとか関わった方たちのご紹介がねこう展示されててその時に千代さんにこう案内をしていただきましたのでその映像をご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、本日は亀岡市役所に参りまして国と子たち平和への祈りの上映会に参りました。はい、お持ちいただいてます。はい、お持ちいただいている方でいらっしゃいます。でちょっと今展示のところをねちょっと皆様に見ていただこうかなと思いますね。はい、あ、千代さんがいました。千代さん、ちょっとご案内をしていただいてよろしいですか。はい、どういうふうに案内したらいいですかね。どうしましょうかね。今日上映会で、はい、まあ、国と子たちというのを私ディレクターじゃないプロデューサーとしてさせていただきまして、亀岡市で上映会を初めてさせていただくことになりました。で、こちらパネルです。関わった方々のパネルを、はい、掲示しています。はい、こちらが監督さんですね。はい、映像ディレクター、はい、蓮井美希夫さんです。蓮井美希夫さん、はい、世界的にもかなり有名な方で、はいはい、これが撮影の様子をもう、はいはい、撮影舞台です。撮影と音響舞台です。お、はい、皆さんご関係者がね、はい、そしてここから先は出演者ですね、はい、あ、ご出演者が出ていらっしゃる。はい、はい、そうです、はい、あ、こちら亀岡市在住の、はい、はい、薬もごとっていうのは現在は神事に宗教音楽として使うというのみ限定ですね。はい、2弦です。2弦で、はい、みそなさり。そしてで佐藤を森谷さんっていう方が、はい、はい、してくださいます。彼女はイスラエルのエルサレムで今回のね、宝生流の能楽師の辰巳万次郎さんともプロジェクトをして、はいはい、お茶を立てておられます。はい、さあそして音楽の方ですね。はい、音楽は松田聖山さんという、はい、尺八の演奏家なんですが、彼が率いるオンデコ座が関わってくださってます。はい、世界のオンデコ座です。オンデコ座、はい、はい、
今がさっきのこの様子ですね、はい、で、まあ、ちょっと途中になりますけど、はい、茶道のね、はい、県茶で差し上げたお茶碗を作ってくださったのが佐々木居室さんって言って、はい、亀岡市に在住されてる楽焼の、はいはい、お家元です。素敵、はい、鎌本です。ごめんなさい、鎌本です。そしてでこの雷絵、今回花火を使って絵を描いたんですが、はい、雷絵という雷絵タイトルをつけています、はい、で山口和也さんという方が火薬に絵の具を仕込ませて、うん、はい、だからその時にしか描けない絵を描きました。これがその様子なんですね。はい、そうです。はい、ちょっとびっくりすると思います、はい、実際に映像を見る と, その見ると、はい、それがこのこちらと下です。下と、はい、さあそしてまあ青龍、白龍、はいはい、今回のディレクターアーティスティックディレクターでもあるブラウリオ・アルバレス、はい、そして、白龍をするのが南井勇気です。東京バレエ団のそれぞれダンサーです、はい、うん、この二方が、はいはい、で彼らとともにその能楽師の、はい、辰巳万次郎氏が、舞を収めております、はいはい、能楽師さんでいらっしゃいますね、はい、して方で、はいはい、で彼もイスラエルのエルサレムで平和を祈っての創作のを待ってらっしゃいますし、はい、いろんなところで、まあ、ご自身の創作のをいろいろ披露されています。なるほど、はい、そしてこの下にね、はい、お衣装が飾られてあります、はい、すごいですよ。これ実は千代さんがおられました。おりました。おりました、はい、すごいずーんとね、そうたけ、どのぐらいあるんですかこれ。36メーターです。36メーター、はい、でもそれは2着作ってますので、うん、こっちが青龍の方 の、はい、で後ろにおっぽがずっとあって、それが10メートルありまして、はい、で前のこの部分は、はい、神職の神主の衣装を、うん、はい、ちょっと模しまして、うーん、はい、でこれであと竜を表すね、はい、尻尾を10メートル長くしてご表現なさっているという、はいはい、それは私のデザインです。もうひらめきですね。ひらめきですね、はい、で大体18日間で36メートルを、はい、折り上げたという。え、16日間、18日間で、はい、でこれってやったことあったんですか。全く初めてです。初めてでそんなんできるんですか。なんか森のね、うん、はい、ここにね、はい、先生がこの先生なんですが、はい、森の先生が本当に大家なんですよ、はい、西陣織を、ね、伝統工芸士でいらっしゃる。そうなんです。でその先生が追ってらっしゃるリズムをね、うん、見せてもらって、はい、その織のリズムで私が覚えちゃったものだから、うん、体で覚えた。だからリズムで覚えられて、追ってるこういうこう折りなさいよっていう感じではなくって、先生が追ってられるリズムを私が感じて追ってしまったという。すごい、初めてですね。そうなんです、はい、で元々が体育の教師なので、もしかしたらそのリズムというのが自分の中にはこうぴったり入って、折りのリズムを体で感じて折り上げていったという感じです、はい、はい、この折ってるね、うん、ご様子のね、はい、お写真もここに、はい、こうリズムよくトントンやってらっしゃったんですね、はい、実際に動画見せるとびっくりします。早すぎて、はい、染めは株式会社栗山工房さん、はい、に愛
藍を染めてもらいました。染めていただいて、はい、あの高尾のふもとにある、はい、そうなんです。京京瓶型っていうのをされてます。瓶型って、はい、なんか沖縄のイメージがありますけれども、ですけど京都にもその京瓶型というのがあるんですか。そう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 、なんかあのここにも書かれてますけど。はい、あの京友禅と紅型染めをこう融合させたのを、うん、あの開発されて昭和27年に高尾で創業されてます、はい、これがね力作の、はい、全て全工程が手作業でね、ここはされてます。手作業ですか。手作業です。だから洗いまで全部、はいはい、染めから洗いまで手作業です、はい。そのお仕立てを教えてくださった先生がいらっしゃるわけですね、はいはい、そうです、はい、山口陽子さんです。山口陽子さん、はい、仕立ての山口。さっきねあのタイトルを一緒にお手伝いしてくださってました、はい、ありがとうございます。じゃあもう教えられ、そうですね、もうあのどこにこの指皮って言うんですけど、はい、指皮指抜きってあの、はい、皆さんお 小学校 の、 あのお道具箱に見ましたね、あの家庭科の時に入ってますよね、はい、これどこにつけるとかご存知ですか。分かんない。皆さんなんかどこにつけるん、これどうするみたいなんですけど、うん、中指のここにつけます。あ、そこなんですね、はいはい、針を持って、はい、針のお尻のところに押すように。そうですね、ここがね、うん、言ったら支点というか起点になって、でこれをこうあのこの指で動かすという、はい、そういうことで、はい、やるんです、はい。じゃあまたちょっと続きですね、はい、後ほど終わってからちょっとお話をまたお伺いしたいと思いますので、じゃあこれからねちょっと上映が始まりますので、皆さんも楽しみなさってください。ありがとうございます。はい、皆様にねその亀岡のね上映会の時でこう展示をしていた、実際にねあの使われた衣装とかもねあの展示してます。あの本当にめっちゃ長い36メートルから作った、はいはい、あの衣装も展示しておりまして、だからあの映画になったということも奇跡なんですよね。そうですね、うん、だからブラウリオ君がたまたまその蓮井美希夫さんっていう写真家に出会ったことで、うんうん、それで撮ってくれませんかって、うん、記録として記録として、うん、で写真だけのつもりだったんですけれども、うん、実はコロナのせいで、うん、クラウドファンディングを、はい、あまあクラウドファンディングをその前にしてて、うん、でもうあのコロナがあったので延期になって、じゃ あのそれを無観客で配信しなければならないっていうことになった、うん、報告しなくてはいけないですもんね。そうそうそう、うん、だからそれで映像、急遽映像に切り替えてやらなくちゃいけないということで、うんうん、まあ、蓮井さんが関わってくださった。蓮井監督という有名なね、はい、すごい方が。そうなんです、はい、写真もあのサーモスとか、うん、それからキューピーとか、うん、それから多分みんな見たら、あ、このコマーシャル見たことあるっていうような映像を撮ってらっしゃる方です。方が、はい、この、はい、国と子たちのね映像に関わってくださいました。関わってくださって素晴らしいものが完成いたしまして、はい、っていう、はい、そのムービーになったというね。でそれを亀岡でね、7月の11日に上映会がありまして、次がなんと東京で開催されるんですよね。はい、はい、東京都写真美術館で蓮井美希夫さんの、映像作品上映とトークセッションっていう中で、あります、はい、日にちが11月9日と10日、はい、14時開演で17時終演となってます。はい、1000円です。はい、なかなか東京都写真美術館ホールではね、はい、なかなかないというね、そうでございますけどもね、あのぜひ皆様もぜひこれご覧いただきたいと思いますし、でこれが東京で上映されて、次はなんか世界にも行くようなお話が出てるみたいでございますので、はい、皆さんぜひぜひあの覚えてていただきたいと思います。このね国と子たち平和への祈りということでございますので、なんかまだまだねちょっとお話していただきたいことはたくさん
あるんですけどもね、はい、もうごく一部なんですけども、この制作ヒストリーということでね、今日は光祈りプロデューサーの南越千代さんにお越しいただきました。千代さん、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、それでは CM ご覧いただきましょう。どうぞ。スタジオセブンカラー、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。今からじいちゃんが葉っぱ食べます。好きね。もういい？もういい？もういいですか？はい。皆さん、おかえりやす。次回のハンネリタイムもね、楽しみなさっててください。千代さん、今日はお越しいただきました。ありがとうございました。本当にもうショートタイムのね、はい、お話でしたけど、いかがでしたか？ありがとうございます、うん、なんかおかげでたくさんね、うん、お話をさせていただきました、うん、ありがたかったです、はいはい、11月のね9日と10日、はい、ぜひ東京でね、東京都写真美術館ホールで開催されますので、なんかトークセッションもね。あ、そうなんですよ、うん、あの当日出演をしました、辰巳万次郎先生、それからオンデコザ、ブラウリオアルバレスくん、南江ゆうき のトークセッションがありますので、うん、ぜひお越しください。出演された皆さんがね登場なさいますので、はい、ぜひ会いにお越しになってくださいね、はい、はい、ではまたね次回のワイワーテレビでお会いできることを楽しみにしております。千代さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お越しやす。